カーニバルの中止こそあってはならない事態だ。そうですな、町長。あーん、まあ、こいつは死ぬな。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、これね、メニュー画面開いてないと時間がめちゃくちゃ経過するけん、メニュー画面なんやけど、じゃーん。見て。見て。64のコントローラーがやってきた。これで、まあ、一応この64のコントローラーって言ってもね、スイッチ用の64のコントローラーやけん、昔のまんまではないけど、でもこれでやっと、あれやろ、ゲームの中で説明された通りのボタンを押せば、動くようになるってことで、こんな薄っぺらかったっけな。なんかもうちょっとごつかったイメージがある昔のやつ。こんな薄かったんかな？私の手がでかくなっただけかもしれんけど。小学生の時やしね、64しよったの。よし、じゃあやっていこう。でもなんかあれやな、スティックの位置とかが全然違うけんさ。あ、なるほど。スティックに関しては動かしにくい気がしてきた。何やっても文句言うやつ。なんで真ん中なんやろうね、スティック。十字キーではキャラクターの操作できんかった、今。そこだけわかりづらい。右に寄せればいいんか、使う。使うのが右に寄っとんか、全部。あの悪ガキは時計塔の上で一体何をしておるのかの。あ、そうそう、外になんか、何かが落ちてきたんよね。それ見に行けばいいんかな。そう、デスタルキットが、あのなんか時計塔の上で、なんかしよったんよね。なんか。また良くないいたずらを企んでいなければいいんじゃが。一応ボタン操作はこのゲーム内の説明通りになったんやけど、まあ、私が64のコントローラー、64のコントローラーになれるのにもしばらく時間がかかるかもしれない。よし。え、でさ、外にはどうやって行くんだ？え、普通に。あ、違うな。え、うわ、なんかめっちゃ揺れてんだけど。開く。これ？なんかあるよ。月の涙を手に入れた。美しい輝きの中に怪しさを漂わせる月の石。ふんふん。めっちゃ揺れてるんですけど。で？何なんだ？え？めっちゃ揺れ、めっちゃ揺れてるよ。え、これでもう戻ったんでいいんかな？よっ。え、ジャンプは？ジャンプとかは別にボタンないんか？そのまんま？あ、もしかしてもう一回話しかけるとかそういうことかな？よいしょ。ね、落ちてきたよ、これ。あれ？別に何も。何もだな。チェック。それを最近ちょくちょく月から降ってくる流れ星が地面に落ちたもので、ちょくちょく落ちてくるんや。月の目のように見えるところから降ってくるので、わしは月の涙と呼んでおる。街では欲しがるものの多い珍しい石じゃ。ほうほうほう。てか時間経過マジで早いんですけど、これさ、え、これさ、時間なくなったら何？ゲームオーバーなの？もしかして。これあれよね。え、あれ、この辺雲出てこんかった？あっち側かな。やばいって、めっちゃ揺れおるって。え、この辺出てきた気がする。あれ、大丈夫か？あ、違う。あ！痛い。いや、ちょっともう時間ないんですけど。もう普通に無理なんですけど。え！時間切れ？で？どうなるの？時間切れたけど。時間切れたけどどうなるの？これで。めっちゃ月落ちてきたやん。うわぁ。え？街破壊されてるんですけど。え？クロックタウン破壊されてるんですけど。何？これどうするの？絶望。これは押し潰されてし。ああ！
すごく間抜けな音だけど、吹っ飛ばされたよ。大変な目に遭いましたね。大変だよ。ああ。私は幸せのお面や、古今東西幸せのお面を求める行商人。旅の途中、森へ奇妙、タイムリープですか？タイムリープですよね。森で奇妙な公認、大切な仮面を盗まれて法に暮れていたところ、あなたを見つけまして。だって、これ、なんかね、初回みたいな話し方やもんね。失礼と思いながらもずっと後をつけさせてもらいました。実は私、あなたを元の姿に戻す方法を知っているのです。あなたが盗まれた大切なもの、それさえあれば、元の姿に戻してあげますよ。オカリナのことやろ？その代わり、ついでにあの子鬼から私の大切な仮面を取り返してもらえませんか？なーに簡単なことじゃないですか。あなたにとって決して悪い話ではないはず。ただ、あいにく私も忙しい身でして、あと3日でここを去らねばならないのです。あと3日でここを去るどころか、あと3日でここ潰れるやん。どういう？できればそれまでに取り返していただけるとありがたいのですが。なんなん？仮面を取り返してくればこの世界は終わらないの？この人にそんな力あるん？大丈夫。あなたはお若いのに大層勇気のあるお方だ。きっとすぐに見つかりますよ。では、よろしく。え、これってさ、どこから？ん？え？最初から？え、待って待って待って。これは、あれ？あ、違う、あれか。まだそこまで時間が迫ってないけん、あの、カウントダウンが出てないんか。待てよ、おい。これは、ちょい待ってよ。違うって。あの、誰やった？ナビーじゃなくってさ、あの、君とお話がしたいんですが、私。あれはポローンってならんと無理なんかな。でも、もうあれか？数字が分かっとったら、そのまま進んでいける感じなんかな。ほら、また最初からやん。え、待って待って待って。私、あれなんよね。あの、どこかしらにさ、メモをしとったはずなんよ。ちょい待って。え、待って。暗号を書いたメモを紛失したんだが。つらい。待って。ってことはもう一回あれか、探すところからなんすね。くはい、月の涙。ゲットー。月の涙を手に入れた。美しい輝きの中に怪しさを漂わせる月の石。よし。で、町に戻ろう。何すればいいんかいまいちよくわかってないけど戻ろう。さあ、これで、月の涙ゲットして、スタルキット見たけど、どうすればいいんだ？何どうすればいいんだ？わからねえぞ。あ、カーニバルの夜？違う、カーニバルの前夜にしか、日沈んだ。あれ、カーニバルの前夜にしか、よ、配電場所があるって言ったよね。とにかくスタルキッドのいるところは分かっているんだから、時計塔の近くで聞き込みをしましょう。あの時計塔はあれか、街中にあったやつか。あのね、なんか、位置情報っていうか、場所がいまいち把握できてないよね。今の街中ってこと？何か分かるかもしれないわ。ほらほら、ぼーっとしないで。もう残り2日もないのよ。いやー、初回に比べたらめちゃくちゃ時間が余ってます。余ってはないかもしれんけど。で、まあ、よかったよかった。今まだ2日目やもんね。んで、時計塔近くで聞き込み。時計塔ってどれだ？あれか？番号、もう一回教えてくれるんやね。ありがとう。一回しか言わんって言ったのに親切やん。忘れないように秘密のアジトに行ってみな。アジトに入るルートはタウンの東にあるぜ。ありがとう。もう行ってきたよ。で、時計塔、
多分あの中央らへんにあるやつよね。こっちか。この辺じゃないのか、違うのか。どこなの、これか、時計塔。これじゃない？え、違うかな。うわー、怖いってやめてよ。犬のせいで落ち着いて話ができないんだが。え、これよね、時計塔って。え、ちょ。待って、その辺の人に話聞こう、とりあえず。追いかけてくんなって、おい。この人とかに話聞こうっと。とめちゃん、下ばかり見てもダメなの。違うんだよ、そういうことじゃなくて。え、これ時計塔ですよね、違うの。うら、ほら逃げねえぞ。親方についていくんだ。おめえら腰抜けとは違うんだよ。そうじゃなくて。最後の朝だよ。もう本当に最後だよ、これ。これ時計塔よね？もしかしてあなたも話せます？町のカーニバルが怪しくなってきたから、明日店を閉めて母ちゃんに土産でも買って里に帰ろうと思っているっぴ。なんでもこの世界で一番輝く月の涙とかいう石があるって聞いたっぴ。あ、持ってるよ、持ってるよ。そいつを持ってたら譲ってほしいっぴ。そしたらこの場所を出くばなもつけて譲るっぴ。おー、スタートを押して、スタート。ふんふん。画面を出してアイテムを選択、C ボタンで使ってみよう。ふんふんふん。オッケーオッケー。持ってないっぴ？持ってます。お前も同じデクナッツなら、デクバナがあるとどれだけ便利か知ってるっぴ。早くしないと他のデクナッツに譲っちまうっぴ。早いもん勝ちだっぴ。待って。これで、月の涙。あ、で、セットして、ふんふんふん。C ボタンで使う。これで OK？ あ、その石譲ってほしいっぴ。その代わり、この場所とデクバナにするっぴ。はい。はい。はい。月の涙を渡して土地の権利書をもらった。土地の権利書。助かったっぴ。これで母ちゃんにいい土産ができたっぴ。あ、よかったよかった。母ちゃんは昔から宝石とか怪しく輝く石に目がないっぴ。ヒヒ。ここの土地の権利書はデクナツたちの間で引っ張りだこなことぐらい。お前なら知ってるっぴ。いや、全然知らねえよそんなこと。全く知らねえよそんなこと。あ、揺れてる揺れてる。いらなくなったらここなら売れるっぴ。それじゃ、やっぱ最後の日焼けん、もうだいぶ揺れてきだした。旅立ってくよ。大荷物だね。よく落ちないね。そんな重そうなもの持って。で、どうすればいいんやろう。これで、あれ？これ、痛いから。うわ、これで飛べるように。あ、見て、ハート。時計塔の入り口は年に一度のカーニバルが始まる前夜の12時からじゃないと開かないわよ。今日ってこと？今日が前夜？ほうほうほう、なるほどね。まあ、とりあえずこれを。ハートのかけらを手に入れた。4つのかけらで1つの器。器が増えればライフが増える。なんならもうここでずっと待っとってもいいぐらいな気がするけど。どうしよう。まあ、でもまだ朝なら多少うろうろしても大丈夫かな。多少ね。多少。ちゃんと夜には戻ってくるね。だってまだ朝の9時なんやろ、あれ。え、違うんかな。9時ってことよね、あれきっと。暗号めちゃくちゃ何回も教えてくれるやん。親切。めっちゃ親切。よっ。ちょ、飛ぶ練習しとこ。あ、飛べるな。飛べるわ。飛べるときと飛べないときがあるのは一体何なんだ。君は常にここにいるの？全員が暗号を教えてくれる。めっちゃ親切。ほら、今まだ朝の10時。まだまだ大丈夫っぽい。でもさ、もう朝になったらダメなんやろ？従業員室、関係者以外立ち入り禁止だって。あ、てかさ、あれは？ね、トイレはどうなった？トイレ。あったよね。他人の部屋を覗くなんてあんた最低ね。そうじゃなくてさ。そうじゃなくてさ。ここのおばあちゃんは？
あら可愛いお客様、ご予約終わりですか？お母さんはどちら？ごめんなさい、うち予約客でいっぱいなの。お母さんにそう言ってくださいね。じゃあ最初からそう言えよ。あれって攻撃したらなんかあるんかなって思ったけど、シャボン出せんかった。アタックアタックアタックじゃ攻撃はできないのか。そうなのか。ねえ、ここのトイレ、あ、ちゃんとあの人移動していくんや。へえ。トイレでさ、髪がなくて困っとる人おったこと、あ、1階か、あれは。この辺かな。よ、あ、この辺じゃない？え、どこや？ここか。あれ、誰もおらん。夜ってことか。夜限定なんか。なるほどね。今の時間帯は誰も困ってないんすね。ごめんなさいね。夕方には私らも避難するんです。お客様逃げた方がいいですよ。明日朝には落ちるらしいですからね。夕方から避難して間に合う？てかそういう話になっとんや。じゃあカーニバルどころじゃないわけやね。カーニバル前夜とか言えるけど。この虫至るところにおるんやけど、なんなんマジで。気になる。でも全然攻撃もできんしな。あのお姉さんは一体どこに行ったの？あ、おばあさんここか。どうも。おやトータス、もう用意はできたのかい？ロマニー牧場へピクニックなんて久しぶりだね。ロマニー牧場めっちゃ久々に聞いた。なるほど。とてつもなく久々に聞いたよ。ロマニー牧場か。あのなんか、ね、ここのミルクバーやっけ。ミルクバーにおるおじさんに似たおじさんがおるとこ。今、昼の2時。ちょ、待って。向こう側に行きたいんだけど。向こう側に行きたいんだけど、あ、ここからか。あ、よかったよかった。出れになったかと思った。夜の12時って言ったよね。めちゃくちゃ時間あるやん。まだ夕方の3時なんやけど。まだ3時なんですけど。いらっしゃいませ。ダッピー。スタートを押して画面を出してアイテムを選択し、ボタンで使ってみよう。ご利用ありがとう、ダッピー。これって何のための装置やった？アイテムを使うのか、なんか。町の射的場。え、これ、いいね。建物内におっても別に時間は経つよね。なんだ、客かと思ったぜ。まあ、こんな日に客が来るわけないか。こんなところでうろうろしないで家に帰んな。え、もうお金がどうこういうことも言われんやん。やっぱあれか？月が落ちてきよるけん、みんな逃げるモードに入っとるってことかな。そういうことかもしれんね。場所どこやったっけ？こっちやったっけ？ちげえな。ここじゃないな。ここ何？今夕方の4時。ん？ここもなんか、宿屋っぽい感じに見えるけど。違うのか？人が誰もいない。なんかめちゃくちゃでかい家やけど誰もおらんね。町長さんの家とかかな。え、誰もいないぞ。今夕方の5時。それでもまだ時間がある。今度は今度でなんかめっちゃ時間に余裕ありすぎて、逆にさ、いろんなとこを探検しすぎてなんかめっちゃ、それでタイムアウトになりそう。あ、何？怖い。すでにほとんどの住人は自主的に避難をしました。町長の指示を待ちきれずにね。やっぱ町長さんのところや。残るは公務員と聴衆だけ。町長、並びにカーニバル実行委員にお願いします。町にいる全ての人たちに避難勧告を出してください。めっちゃうさんくさそうな町長やん、なんか。まあ。腰抜けどもめ、本気で月が落ちてくると思っておるのか。おかしなデマを信じて、慌てた住人がパニックを起こして逃げただけだ。
徴兵はパニックを防げなかった街の外こそ危険だぞい。事態の把握だと？カーニバルの中止こそあってはならない事態だ。いやでも現にさ、目に見えて月が迫ってきようんやけどね。てかあんなデカさのものが落ちてきてさ、そんなギリギリに逃げた剣ってどうにかなるもん？絶対半径何キロ何十キロ何百キロぐらい影響あると思うんやけど。そうですな町長。あーまあこいつは死ぬな。本気で言っているのか武藤。貴様の目にはあの不気味な岩の塊が入らないようだな。毎年今頃なら観光客でごった返している時期だ。それがどうだ、町はガラガラだ。カーニバルの運営を守るのは確かにお前の仕事だ。だが人あってのカーニバルだろう。まあね、運営委員会だけで楽しみよってもしょうがないよね。商人や徴兵を巻き込むのはやめてもらおう。おい、ちゃんと聞いてんのかよ。徴兵は逃げたければ逃げろ。我々徴収は古のしきたりに従い、カーニバルを成功させるわい。町を捨てる自警団など聞いたことないな、焙煎よ。あれも奥様もそうおっしゃるでしょうな、ドトール町長。なんかおしゃれな名前だね、いっぱい。嫁さんの話はやめようよ。そこは反応するんや。最後の夜、あと12時間。